今から約2年半前、突如として南シナ海に黒潮潜水艦が出現したことには度肝を抜かれたよね。確か海上自衛隊の護衛艦が米国との合同演習中だったってやつだな。2018年9月17日に防衛省から異例の発表もあり、南シナ海で潜水艦の任務がまさか公表されるなんて思ってなかったし、記憶からも消えることはないぜ。衝撃的なのはもう一つ発表された方であり、実は15年も前から偵察任務を行っていたという異様だったよ。これは南シナ海の海底情報を収集した極秘任務だったということを意味するのかな？当時の安倍政権の意図は明らかではないけど、中国への牽制はもちろんのこと他にも気になることはたくさんあったよ。まあ今頃になって中国の潜水艦が日本領海周辺で偵察行動しても遅いということだね。あの発表は海上自衛隊としては潜水艦の居場所の公表でもあるから、一部の上官は知っていたとはいえ可視艦以下については衝撃的であっただろうな。そうだね。さて今回は、17年前から南シナ海を潜水艦が偵察活動していたこと、護衛艦カガモ F35BSTOVEL 機を艦載するため回収計画を立てていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。冒頭で話した当時防衛大臣を務めていた小野寺移転氏という方は、宮城県気仙沼市の出身で2011年の東日本大震災では自宅も被害を受け、その後復旧にも奔走した一人として有名な方だよ。また、防衛大臣を二回も務めた方であり、どうせやるのであれば防衛大臣より復興大臣になってほしかったという声も囁かれていたんだ。話を戻すと、南シナ海で対潜水艦の訓練を行ったのは海上自衛隊の潜水艦黒潮と護衛艦加賀など4隻だったよ。海上自衛隊によると、本訓練は南シナ海からインド洋にかけて2ヶ月間の長期航行に出ている護衛艦に潜水艦が合流して、2018年9月13日に南シナ海の公海で行われたということだったんだ。訓練内容は、海中を航行する潜水艦黒潮を敵国と見立てて、動きを探知して気づかれないように追尾するというもので、当時海上自衛隊が公開した写真では、護衛艦を飛び立ったヘリコプターが潜水艦を探知するためのソナーと呼ばれる音波を収集する装置を、海中に投入している様子も確認することができるよ。対潜水艦の運用については国防において最重要任務の一つで、これまで主に日本周辺海域で訓練が行われてきたんだけど、今回のように南シナ海まで南下して訓練を行うことや、公表することは異例のことだったんだ。南シナ海に存在する島々では中国が軍事拠点化を進めており、本訓練では海洋進出を強める中国を牽制する狙いがあったと騒がれていたが、安全保障環境の変化を理由に自衛隊の活動範囲も広がっているぜ。日本ものんきに指くわえて見てるだけじゃダメだからね。中国の脅威に対抗しないと。対潜水艦任務は、海中の潜水艦が発する微弱な音波や磁気を、艦艇やヘリコプター、それに航空機が持つ専用の装置を使って探知し、部隊を展開するというものなんだ。今回は南下して南シナ海での訓練となったんだけど、この地域に存在する島々では中国が軍事拠点の構築を進める一方で、これを警戒するアメリカ軍が島の周辺に海軍の艦艇を派遣する航行の自由作戦を行うなど緊張が高まってきているね。中国外務省の秋総報道官は2018年9月17日の記者会見で南シナ海の情勢は安定に向かっており、中国と ASEAN 国々が適切に対応していると主張した上で、域外の国には、この地域の国々が対話によって問題を平和的に解決しようとする努力を尊重し、地域の平和と安定を損なわないよう求めると述べ、日本が南シナ海の問題に関与を強めたと牽制したみたい。今回の対潜水艦訓練の意味を海上自衛隊の元海将まで務めた、金沢工業大学虎ノ門大学院の伊藤俊幸教授は通常なら潜水艦の動きは一切秘密にするもので、隠密性そのものに意味があるが、今回はあえて発表していて、ここが大きなポイントになる。これは戦略的な情報発信で、日本として構えがあることを見せて一つの抑止力にしようとしていると指摘したよ。また南シナ海で密かに訓練していたことについてははっきり言うと今回は中国へのメッセージということになるが、中国と戦争をしようとは誰も思っていないし、中国側も思っていない。ただ、中国の海洋進出に対してはアメリカやイギリスなどが関与しだしており、そうした中で日本政府としても外交や経済に加えて自衛隊の活動も視野に入れて対応したということだと思うと、伊藤教授は述べたんだ。続いて、その上で今後の対応については中国との緊張を高めるためにやっているわけではないが、自衛隊の活動も含め日本政府全体としての取り組みとバランスが取れているかどうか、国民やメディアが厳しくチェックしていくことが大事だと指摘したみたい。
政府は2020年12月21日に発表した2021年度予算案で、前とした訓練にも参加していた海上自衛隊呉基地を母港とする護衛艦加賀の改修に203億円を計上したよ。アメリカから購入する最新鋭ステルス戦闘機 F-35B の運用を想定し、事実上、空母化するという計画だな。在日米軍の再編に伴う都道府県向けの交付金に20年度と同額の50億円も盛り込んだのだけど、米軍岩国基地岩国市への空母艦載機移転を受けた山口県だけに交付されているんだ。護衛艦加賀改修の主な内訳は、艦首の形状変更費222億円で、耐熱処理やアンテナなど装備品の移設に24億円、改装後の米軍との検証試験に29億円となっているよ。防衛省の坂本大輔防衛計画課長は着手は21年度末を予定とし、改修は定期整備と合わせて実施し、期間は14ヶ月程度と説明したね。空母化を進める同型護衛艦は加賀と出雲の2隻であり、中国の太平洋進出を念頭に抑止力を強化するという大きな狙いもあり、先行して改修する出雲は20年度予算ですでに計上されていたみたい。在日米軍再編で基地負担が増える都道府県向け交付金は、岩国市と周防大島、和気寮町での事業が対象となっていて、2015年度創設の制度で、2018年度から10年間は毎年50億円を交付する方針でいるんだって。防衛省地方協力局は2021年度の予算案をまとめた段階であり、その先はまだ予定されていないと発表についてとどめたよ。岩国基地の空母艦載機による陸上空母離着陸訓練 FCLP の移転候補地、鹿児島県西之表市の馬毛島に関する予算は31億円となっており、これが国民への負担にどう影響してくるかは掘り下げようとも思わないし、理解をしてほしいと思うよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。